2006年レーテ島土砂災害とは、2006年2月にフィリピンレーテ島で発生した大規模な地滑りによる災害である。合計1144人の死者、行方不明者が出た。2006年2月17日10時30分頃、それまで10日間降り続いた大雨とりからの地震によって、東部のセントバーナード町で地滑りが起き、 標高800メートルほどの山が720メートルの地点から崩壊した。土砂は人口1800人余りの銀砂ゴムの集落や学校などを押しつぶし、児童246名を含む合計1144名の死者、行方不明者が出た。貧弱な道路と重機の不足により救助隊の活動は困難を極めた。崩壊した土砂の厚さは、 最大で30メートルに達した。フィリピンレーテ島で大規模地滑り災害カレンダー。ヤフー天気、災害。2020年11月15日閲覧。フィリピンレーテ島地滑り。ssl.jspaces.or.jp。2020年11月15日閲覧。岡田康彦、シリーズ。 近年の土砂災害2006年フィリピン共和国レーテ島で発生した大規模地滑り。ありがとうございます。